フレッシュな、ちょっといや、はい、では今日はモリフェス5回目そしてふーちゃんの生誕スペシャル来てくれた皆さん、こんにちは。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山ゆりえ、ちょっといつもと流れ変えちゃって動揺してます。なんと、モリフェス唯一全通です。ありがとうございます。毎回そしていつも盛り上がってて、すごいなんか涙出ちゃう、なぜかお姉さんが。で、このモリフェスの前に森さんじゃないふーちゃんが今日おかしい、お姉さん、ふーちゃんがねプロデュースしてるあの森サックル、ね、一期生さんの配信で見てたんですけど、すごいフレッシュで、なんか自分プロデュースしてないけど、なんかちょっとなんか感動しちゃって、なんかういういしいなとか思って、今日はお姉さんが初めて作曲したいちごデイズのジャケット撮影で着てた服を着てみました。なんかもはや歌わなくなってしまった初期の方の曲でをお届けして、あのフレッシュさを取り戻していきたいと思います。よろしくお願いします。ゾウあるけどね。それでは、あ、緊張しちゃう、嬉しい。ちょっとあの頃の気持ちを思い出して歌いたいと思います。じゃあ2曲続けていきます。最初はいちごデイズ。歩いているいつもの道、立ち止まるその瞬間、目の前に白い光、これを飲みワクワクする、特別な呪文が溢れてる頭の中、不思議な力で助けてみせる世界、ずっと憧れてたキラキラハッピーデイ、魔法の力ミラクル起こす、だから誰よりも願うよ、いつも楽しいことだけじゃない、辛いこともあるよね、だけど大切なみんな守りたい、一生懸命頑張る、いつも下を向いてばかりの自分にさよならしてみよう、だからこっちにおいでよ、一緒に進もう明日へ頑張る、この幸せ毎日がドキドキだね、変わり続ける未来、ずっと輝いてくワクワクラッキーデイズ、友情パワー勇気をくれる、だから誰よりもそばにいたい、いつもうまくいくわけじゃない、泣いちゃうこともあるよね、全身全力頑張る、いつも下を向いてばかりの自分にさよならできたよ、もう私は負けない、一緒にいよう、ずっとね輝いてくキラキライチゴデイズ、みんなの笑顔元気をくれる、だから誰よりも願うよ、いつも楽しいことだけじゃない、辛いこともあるよね、だけど大切なみんな守りたい、一生懸命頑張る、いつも下を向いてばかりの自分にさよならしてみよう、だから
明日へ頑張ろう。
いやまだ緊張できるんだなって思いましたで、いやなんかこの特に今歌ったいちごデイズとチャレンジっていう曲なんですけど、あの初期の方はそもそもオリジナル曲もなかったし、この2曲ですごい15分のライブ回してたからね、曲足りなくて隣のトトロとか歌ってましたから、ちょっと逆にやりたいなって思いました。いやなんかこの歌詞がなんだろう、勝手にこれからも森坂アイドルブーちゃんたちもなんかきっと辛いことあるか、勝手になんかメッセージやって辛いことあるかもしれないけど、どんどんチャレンジしていってなんかすごいことになるんだろうなという意味を込めて、ちょっと久しぶりに歌っちゃいました。ありがとうございます。なんかお姉さんも何かね、フェチャーを通じてなんかご一緒できたりいろいろできたらいいなと思ってます。涙でしょ、やばいやばい、あ、まだこれじゃなかった、ちょっと待って。では次もまだ染まる前、泥水の前ですねの曲を歌いたいと思います。次は3曲目に作詞作曲した君と僕のメモリーという曲で、この曲はあの初めてとか慣れてるとか関係なく、みんなで一緒に思い出作っていけたらいいなという思いを込めて考えた曲です。ちょっと涙本当に出てます。ぜひ歌詞に注目しながら聴いてください。お願いします。近くて、お姉さんもう来、いや今月か、お姉さんもお誕生日ライブやります。10月10日お誕生日当日に、ふーちゃんも出てくれた限界アニメと、てりたまさん共催で松山葵の気まぐれという題名で、川越南文化会館というホールで単独イベントやらせていただきます。イエーイ。あの
小ホールになりますが、150人限定にしております。キャパ3分以下に絞ってます。ぜひ今日いいなって思ってくれたら、対策とかバッチリで安心安全で挑みたいと思います。でそれ以外にももちろん行ったからには絶対楽しいって思ってもらえるように頑張りますので、今日いいなって思ってくれたらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ちなみに定理チケットが70枚限定で現在55枚であと15枚、今日行けそうじゃない？いや行ける、本当今日逃したらもう売るタイミングがないんですよ、助けて。でもちょっと今日まだ分かんないよっていう方は E プラスでインターネットやコンビニからでも、後で予定分かってからでも買えますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとう。なんと新曲が昨日いきなり一昨日以外に思いついちゃって、関係者さんみんな焦ってます。ではでは、いろいろね楽しいの用意しておりますが、まずは今日を盛り上げておしまいにしたいと思います。ではお姉さんはねもう綺麗なままで終われないので恒例の曲をいきたいと思います。今日最後の曲はお姉さん動物園という限界アニメ松山葵物語の主題歌を歌いたいと思います。この曲はみんなが人間の心を忘れて動物になれる曲です。いや5年前の自分がこれを見たらどう思うのかは知らないけど、パオパオゾーンがあります。お姉さんと一緒にパオパオしよう。最後うまくできたら褒めてあげるから、褒められたらちょっと綺麗が邪魔してごめんと、褒められたら胸に手当てて心の中でありがとうございますって言ってね。それでは聞いてください、お姉さん動物園。さあ行こう、楽しい動物たちの国へ、みんな一緒に大変身。行くよ、はい、ポー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 、もっとポー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 。朝目が覚めて眩しい太陽に、おはようって大きな声を出してみようよ。なんだか数うと物足りないな、アイドル部 のライブを見てくれて、そのフレッシュさを取り戻せたって言っててさ、この靴とかもさ、多分これ女の子しか分からないと思うんですけど、5年前ぐらいに森ガールっていうのが流行ったりとか、ボヘミアンっていうのが流行ったりとかしてて、その頃のやつなんですよね、完全にね。分かりますですよね、そのやつで、すごく感動しました。あと全然楽しくあるんだけどさ、なんかお姉さん動物園やった時にさ、後ろが動物園になったの知ってる？見えなかった。
った。あとで見なきゃ配信。すごいよ。なんか配信の人たちも多分、見たと思うんだけど、すごかった。なんか森フェスさん、ずっと出てくれてたからさ、ちょっとずつこう上に上がってるじゃないけどさ、初めて実は今日クレーンアートで、今までで一番大きな会場で、こういうなんかモニターがあるところにさ、こうやって葵ちゃんと一緒に来れて、嬉しいよ。私はありがとうございます。ありがとうございます。さっきあの人に会うともちらっと話したんですけど、あの中野サンプラザに私は行きたいっていう夢がありまして、もうその際はぜひ泥水組はもうあの一番いい、あの一番も8時とかさ9時とかの夜のいいタイムに絶対入れたいなって思ってるから、これからも森フェスぜひ出てください。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。だからさ、なんかアニメとか出してよまた。あの第3期やる。あのぜひ、あのなんかさ、黄色だるまがさ、なんかユニット作ってさみたいな話やりたい。いいの？そんな全然ない。でもそんなアイドルプロデュースしたいんです。いやでも滑舌悪いしさあんな多分声優とかあんまり期待しない方がいいよ全然。じゃあちょっと後ででも全然セリフ3つぐらい全然大丈夫だから。ほんと3つだったら全然いけるから。めっちゃネタにしたい。ぜひ黄色だるま来てくださってますよね。あ、ほんとだ。そう、私金色だるまっていう役で一応ちょっと出演させていただいて。え、でも上手くなってんの。ちょっとしかやってないのに、なんか2回目ね、そうに練習してた。ちょっと板についてきたよね。なんかね、慣れてた。ちょっとずつあの金色だるま役も成長してますので、ぜひ第3期のアニメも楽しみにしててください、はい、よろしくお願いします。今日から放送開始です。今日から。今日からも言って言って。ぜひよろしく。あ、YouTube でもリアタイで見れるようにするので見てね。え、テレビででも見れるし、あ、テレタマさんでも見れるし、テレタマさんでお姉さんの YouTube でも見れます。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。この子も泥水すすり隊としてあの森風花の出番の時に一緒に泥水すすりますので、ぜひ。あ、ちょっとこれだけ言わせて。ごめんなさい、あの、喋っちゃって。あの、私たちは結構アイドル対バンとかで泥水すすってきたんですけど、この子はもっとすごくて、あの、そういうライブにも出れなくって、あの、路上ライブをやった子なんですよ、本当に。だから、なんか楽屋でついていけなくて、なんとかさ、あ、好き好きみたいな、あ、ついていけない大丈夫、でも、本当の泥水をすすってたってことだからさ、本当にうちはリスペクトしてるから。出会えてよかった。いや、本当に同じ境界やってたらさ、多分ご一緒してたのかなって、もっと早くから信じられたのかな、ね、でもやっぱトネ返したよ続けるものが一番勝てるって言ったから。た、ね、続けてくれてありがとう。続けてくれてありがとう。応援してくれてありがとうございました。はい、ありがとう。じゃあありがとうございます